はじめまして、株式会社ディーヨロズの柏原祐斗です。株式会社ディーヨロズはディーコンスタートアップ基金によって2023年の1月に起業しました。社名にはディープラーニングや DX、デジタルでよろずの地域課題を解決するという意味を込めています。その中でも私たちが解決したい課題は農業です。これまでのディーコンでも、イノシシ捕獲用箱穴や自動草刈りロボットのように 農業に関わるテーマで参加しましまた農業は多くの課題がある中解決していくことが非常に難しい分野でもありますしかし私たちは高線と d コンで培ったディープラーニングとものづくりの技術で解決していきます d コンに参加もしくはエントリーしようとしている皆さん起業まであと一歩です迷ったら起業